はい、こんにちは。ニーハオ。今日は群馬県の西上州の在群馬県鎖場で人気のある金岳に来ています。在所山很有人气的陆月山。今回はこの金岳駐車場から登り、这次在陆月停车场出发、鎖場を楽しんでピストンで帰ってくる予定です。登所长直接上山直接下山。それでは出発します。出発。歩くと少し行ったところに登山口があります。从停车场出发稍微走一下。すごい急登です。金岳のコルの手前ですね。第一鎖場になります。登山道路日月山的北峰。まずは真ん中までですね、上がってください。そうです、鎖が始まるところまで、その上までロープ片手で持ってくださいね。かなり滑ると思います。持てないとか無理に持てなくてもいいですから。そうですね、もうちょっと奥まで行きますか。安全であればその奥行けると、ちょっと奥まで、あそこで OK です。はい、次の方登ってきますね。はい、こちらです。次の方登ってきます。ここが難しいですね。上手ですね。そこからまた登っていっていいでしょう。そこから鎖になります。すごいな。もう少しですね。そこで待っててください。で、次の方登っていきます。
鎖間を登ったところが、ここが花岳のコルになります。东莞索山已经到了陆岳山的顶峰。こちらの二の岳方面ですね、進んでいきます。ここにはしごですね、丸太のはしごになっています。こちらが次の鎖場ですね。少し左側にトラバースしていく感じです。鎖場の上部はこんな感じですね。かなり垂直に近くて険しいです。登っていきます。こっから左にトラバース気味に登っていく感じ。もっと先行っていいです。見えなくなるところまで。はい。また登っていきます。
じゃあ次の方登っていきます。こうやって山登って下を見て進んで、はい、こちらですね、鎖場ですね。ここまで戻ってきました。降りていきます。垂直に近い鎖場ですけど、足場はしっかりしてますね。
ちょっと待って。あと株ですね。慎重に降りてきてくださいね。はい。で、鎖場降りてきました。はい。それではですね、金岳の本邦に到着でーす。お前じ、咱们到达了陆月山的第一峰。それではですね、金岳、二度岳ですね、金岳の本峰からの360度の眺めになります。陆月山第一峰的山顶，现在拍的是360度。今日はガスってて、眺望はあまりないです。では、金岳からですね、下山していきまーす。